カンタです。さあ今日はもうサムネイルタイトルでももう分かってますけど、カンチャンネル韓国に行きたいと思います。よいしょー追いついてなかった、ごめん両方、ちょっと時差があった。いきなり韓国ということで、まあ、この経緯からねまず話していきたいと思うんですけど、まず新年最初に投稿したカンチャンネルの部屋の今年の抱負の中で、まあ、2月末にこう行きたいところがある、大きな発表があるって言ったのがこの韓国旅行なんですけど、去年のね12月に車いすいすいカンチャンネルで名古屋に行きまして、でその時に龍馬くんと2人で名古屋に行ったんですけど、先日Vlog もね展示会の様子もこう上げたんですけど、名古屋旅行の中でこう旅行に対するハードルがぐんと下がって、でなんか次どっかまた車いすいすいすいカンチャンネルみんなでどっか行きたいなっていうのを、龍馬くんと夜話してたんですよね、ホテルで。でその時に、まあ、海外にこう行ってみたいな、で最初にみんなで行くなら韓国とか近いところがいいんじゃないかなっていうような話をしていて、でもその日の夜にもう韓国行きが決まって、で、あれが12月だったのでもう2ヶ月、まあ、もう約3ヶ月ぐらいでですね、この韓国にも行くことになりました。すごいスピードでパスポートも取っていろんなね飛行機とかホテルとか、もう本当に国内でもやっぱりそういう予約とか結構大変で、というのもやっぱ車椅子でその飛行機乗るのもいろいろとこう気を使うところがあります。でまたホテルもね、ちゃんと車椅子で過ごせるかどうかっていうのもやっぱり考えることとか気にすることがやっぱり多いので、今回の旅行に関してもすごいねまだ本当に行けるのかなとか大丈夫かなっていう不安もあるんですけど、まあ、それ以上に車いすいすいカンチャンネルのみんなで海外旅行に行けるそういう挑戦ができるっていうことに対するワクワク感がすごくあります。はい。でね、まあ、今回僕は今までその国内の旅行だったら家族で旅行に行ったりとか、まあ、修学旅行でも、行ってましたし、で高校の時の修学旅行が、まあ、台湾ということでもう海外にも行ったことはあるんですけど、まあ、こうやって仲間たちだけで、海外に行くっていうのは初めてなので、本当に、まあ、行ってみればもう普通の旅行、ただの旅行かもしれないんですけど、それ以上にというか、僕にとってはかなり大きな挑戦に今回の韓国旅行はなるので、まあ、本当に今回感じたこととか、まあ、いろいろ、ね、車椅子だからこそ分かるところもたくさんあると思うので、まあ、そういったこう今回の旅行で得たことをまたちょこちょこ発信して、同じような車椅子ユーザーの方がこう海外旅行行きたいっていうそのハードル、バリアというものを少しでもこう低くできたらいいんじゃないかなっていうのを感じています。はい。撮影しているのは、今日はですね、18日ですね、なんですけれども、韓国の着いてからどういう行動をするのか詳細全く決まってません大丈夫かなっていう感じなんですけど、みんななんか行きたいところとかもまああるっちゃあるんですけど、まああるっちゃあるぐらいだもんね、龍馬くん。なんかこうみんなこう韓国ここに行きたいから韓国に行くんだとか、こういうの食べたいからとかじゃなくて、なんかちょっとこう行きたい、あじゃあまあ韓国行くかみたいな感じの、そう見切り発車でこうね、本当なかなかこういう旅行ないんじゃないかっていうような、本当にノリと勢いで決まった旅行なんですけど、この前の名古屋旅行が、すいません、なんか話が行ったり来たりするんですけど、名古屋旅行の経験ってすごく大きかったなと思って、
それまでこう友達と旅行とかは、まあ、そんな遠出をしたことがなかったので、まあ、飛行機を使って、旅行に行く、友達と旅行に行くっていうのは初めての経験が、まあ、うまくいったことによって、まあ、今回の韓国旅行も決まりましたし、なんかすごくこうまた車を購入した時と同じような、なんかこう自分でできることが増えての自信だったりとかっていうのがすごくこう芽生えた先日の名古屋旅行から、まだ熱が冷めないうちに次の挑戦ができるということで、すごく嬉しくワクワクしています。はい、ということで気をつけて行ってきたいと思います。スイスイ。はい。